さあやってまいりました、バーチャルシンガー世界の星の目、あーだーごきげんようです、地球人類さん、侵略宇宙人銀河アリスです。画面外から大変失礼、星の目はマネージャーのバーチャルハンラ副部長です。え、どこから聞こえてるの？上上、あのそうそう、ほらスピーカーあるでしょ、スピーカー、ここか、そこだ、あーおい出てこい、ハロハロ、おい出てろ、おい出た、今日放送でお届けするんだ、今日放送の方からね、素晴らしい、お届けするんですけれども、すごいじゃん、うん、今日は、うん、星の目と銀河アリスちゃんの記念すべき、ついにです、やったぞ、やったやった、楽しそう、すごい、動物だ、どうだい記念すべきね、コラボということで、はい、今日ちょっと僕こんな企画を準備いたしました、はい、第1回宇宙王、宇宙王、イエーイ、なんだなんだなんだ、宇宙王、いやまあね、宇宙王なんだかわかんないと思うんだけどね、いや、うん、2人ともね、名前に例えば星だとか、うん、まあ、銀河とか入ってるし、そうだ、もう侵略しちゃおうとしてるし、しかも宇宙一目指しちゃったりとかして、そうだ、やばい、そんなね、宇宙ガチでえな2人にね、今日はちょっと宇宙にまつわるクイズを5問出題するので、早押しで答えていただきたいなと思っております。これ答えて、はい、ポイントがもらえるんですか？そうです、正解者にはポイントが与えられて、うん、一番ポイントが多かった人に、うん、今回宇宙王称号が、ここで勝負つけるの？ついにここで？もう今日やっちゃいます、大変だ、どうしよう、どうしよう、今日勝敗が決まる、そうです、じゃあ、頑張る、頑張ろう、うん、それでは早速行ってみよう、はい、第1問、宇宙の年齢は何歳でしょうか？はい、ギガ、早い、アリスちゃん23歳、若い、若い、若い、はい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 、星の目は3億歳、違います、違います、ちょっと近くなった、ハイギガ、はい、アリスちゃん30億、あ、もっと近くなった、ちょっと待って、星の目は、じゃあ、飛んで3000億、行き過ぎさっきなんて言ったっけ、30と3000だから110、はい、はい、早い、アリスちゃん考えてたのに、星の目は、はい、星の目は300億、もうちょいこう、ハイギガ、アリスちゃん242、いいとこ行ったね、いいとこ行ったね、いいとこ行ったね、もっと下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 、はい、ハイギガ、星の目は、ハイギガ、じゃあ240億、違う、あ、ヒント100 100の目だな、いや違うじゃん、だって100って言うね、ちょっと詐欺100、130、はい、どう、135、お、違う、どっちだ、136、惜しい、惜しい、まあね、交互に出てくるのね、惜しい、惜しい、136って言った137、違う、あ、もっと、待って、138、正解、待って、これタイミングだよ、タイミング、最後はタイミングだったな感じで、ラッキー、なるほど、運までも力につける、いや、あやちゃん正解です、1ポイント、ありがとうございます、まあ、次は負けませんよ、そうだそうだ、いや、じゃあ続いても第2問いきますね、これ答えれば答えるほど相手にヒントをね、あ、なるほどね、副部長が若干疲れてますけど大丈夫ですか、1問目から息切れの音声にのすごい濡れてますけどよし、じゃあ第2問いきますか、第2問いきましょう、はい、足こい、すごい楽しい、わかんないだけよかった、ではいきます、第2問、人類で初めて宇宙に出た、はい、星野目は今なんて言いました、いや、人類で初めて宇宙に出たまで行った、あ、わかりません、アリスちゃん聞いた方がいいよ、じゃあアリスちゃん、はい、どうぞ、アウストラロピテクス、違う、最後まで聞き、そうぜ、ホスの目はホモサピエンス、あ、すごい、違う、アリスちゃん最後まで聞こうよ、はい、アリスちゃん、ネアンデルタール人、違うって、何それ、違う、何だよ、違う、違うね、
いいですか、じゃあもう一回問題読みますよ。どうぞ。人類で初めて宇宙に出た人物は誰でしょう。それだと思ってたよね。今問題全部そうって言ってたよね。初めて宇宙に出た人物はね、人の名前、人の名前で、そう。ハリゴ。はい、アリちゃん。林俊彦。ちょっと、名前、どんどん言ってね、言ってね。名前言ってね。ちのめや。阿部。違うと思う。違うと思う。なんでだよ。最後まで勢いよく言わなきゃ。分かった。はい、アリちゃん。牧村キミコ。違う。誰？どうやったらそんなに名前出てきた？しかもみんなちょっと独特なんだけど。ちょっと待って、ヒントヒント。じゃあヒント。ヒント。日本人じゃないです。あれ？そんなにびっくりする？じゃあ最初の方近かったんじゃない？そういうことだよね。いや、違う、そういうことじゃない。人の名前だけど、日本人じゃない人の名前。はい。どうしよう、一人しか知らない。一人しか知らない。はい、アリちゃん。オバマさん。違うけど知ってるよね、それはね。はい、星野目。トランプ。あら、違うけど、なんか同じようなのばっかり。これ絶対出てこないだろうな、これな。最初の文字教えてもらおうか。最初。名前が前後に分かれて、あとは名字みたいなやつがあるから。じゃあ名字教えて。ユーリ、なんたらさん。はい。星野目。ユーリンチ。違う。違うでしょ。本当にそれ当たりだと思って言ったの。思ってません。思ってないでしょ。言うな。はい、アリちゃん。ユーカリマサオ。誰？日本人じゃない。日本人じゃない。日本人じゃないの。マサオ。わかった。ちょっともう一回ちょっとヒント出します。お願いします。いいですか？いいですよ。ユーリガガーン。わかったかも。お、アリちゃん。ハギがガガーリンって人？正解。なんか聞いたことあるよ、ガガーリンさんっていうのを永遠と猫ちゃんに教え込まれた気がしてた。でも名字を知らなかったから、いけました。やばい。よし、じゃあこのまま第3問いきます。はい、お願いします。じゃあアリちゃん2点リードで第3問、土星にはドーナツのようなリングがありますが、待って、最後まで聞こうよアリちゃん。はい、ポンデリング。違う。ドーナツの名前言っただけでしょ。何？いい続きですよ。いいよ。ドーナツのようなリングがありますが、そのリングの正体は何でしょうか。はい、頑張ってね。聞いたことあるこれ。小麦粉。違う。土星の周りに小麦粉。材料か。どうやって材料？材料じゃない。ドーナツ作ろうとしてますか。ドーナツ作ろうとしてる。何言ってたんだろう。問題全然聞いてなかった。聞いて。聞いてちょうだい。あれなんだっけ。もう一回言うよ。土星の周りにあるリングは何でできてるでしょうか。何でできてる。ああ、星野目や。はい、星野目や。わかった。いいよ。小惑星。え、違う。あのね、そんなことある。ちょっと違うんだ。はい、まだ言う。ごめん、ごめん。いいよ。隕石。あ、でもね、違うの。近いんだけど。戸籍。戸籍。じゃ、隕石。戸籍って言った今。戸籍って。あれね、ほぼ、それね、当たりなの実は。もっと違うの。それを小天体っていうらしいんだけども、そのちっちゃいのね。知らない。でも合ってるでしょ。いや、でもそれともう一つなんかあるんだ。もう一つなんかついてるの。小惑星と小天体と何かでできてる。小天体。もうなくない？ないよね。商店街。もうなくない？もうないね。もうないかな。商店街。何って書いて商店街。商店街じゃない。宇宙は商店街。商店街は宇宙だった？間違えた。頭が。ヒントね。じゃあヒント。これヒント出すの難しいな。何？ね。最初の文字は？こ。古墳？言ってみたい。多分みんなのお家の冷蔵庫の中にある。氷の、氷の加
ケラと小天体で、あの輪っかはできてるんだって。溶けちゃうね、どうすんだろうね。でも宇宙はね、なんか寒いから大丈夫なんだって。そうなんだ、うん、そうなの、そうなの宇宙って、宇宙って寒いから寒いそう、めちゃくちゃ寒いびっくりびっくりした。次行こう、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 4問目。 OK、 OK、 じゃあ、今はアリスちゃん2点の星の目は1点ね、うん、で、迎える第4問。 OK、 行きます、行くぞ。第4問、1960年に行われた宇宙人の電波を受ける計画を何計画というでしょうか。宇宙人だって、そう、アリスちゃんからの引かなきゃいけない、引かない、ポーズだね、アリス計画。あー、素晴らしい。あ、でもね、響き的にはなんかすごく近いものがあるの、実は。でも正解ではない。アリスさんより先にいた宇宙人、どういうこと。これ宇宙人の名前なのかな。ではないと思う。名前なんだ。あ、でも、なんたら計画なんだけれども、なんか名前っぽい感じになってる。ここでマサオ出てくるもん。どうして、マサオが出てくる。いや、相談しないで。え、クイズ、とりあえず行くよ。ミオちゃん、行くからね。行ったら、何が。はい、アリスちゃん。マサオ計画。違います。ほら、違うやん。違うでしょ。ごめん、アリスちゃん。分かってた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 。真剣にやれ、真剣に。はい。一番最初の文字が気になるよね。うん。一番最初の文字、外人さん風、外人さん風、外国人さん風で、一文字目は、お、あ、はい、お、うわー、ここに来て、あ、言われちゃう、オバマ計画。いや、あのね、めちゃめちゃ近いの、実は。オバマ、違う、それ発音の問題じゃない。発音や、違う、待って、わかった、ハイギガ、アリちゃん、オズマ計画。え、正解。奇跡だよね、今のね。すごいな、誰やねんって感じだけど。でもアリスちゃんの、アリスちゃんの思いつく名前の癖の強さが役に立った。オズマさん、オズマさん、すごいじゃん。いや、すごいじゃん、やるじゃん、やるじゃん。いや、さすがアリスちゃん、すごいな、すごいじゃん。え、ってことは今、アリスちゃんが3ポイント、星の目が1ポイント。なんかさ、ラスト問題って必ずさ、100ポイントからって聞いてるけど。確かに。いや、今回ちょっと100ポイントとか上げられないんですよ。え、もしかして1000ポイントですか。あ、ちちちが来たよ。え、なに、急にこれ垂れてきた。いいですか。はい、最終問題は正解者に特別ボーナスとして、はい、9兆5000億点あげます。やった、なんかでかそう、すごい、大きい。なんか大きいのはわかる。ちなみに9兆5000億っていうのは、あの一光年をキロメートルに換算した数値をが9億、あ、じゃあ9兆5000億。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん。今さ、絶対さ、あの向こう側でさ、ドヤ顔してたと思うよ。だけどさ、ちょっと間違えちゃってさ、カミカミだね。そう、カミカミ、私恥ずかしかったね。よかったよ、出てこなくてよかったね、きっと。お二人とも心の準備はいいですか。オッケー、じゃあ行きます。最終問題、星がたくさん集まった天体を銀河って言うんですよ。そうなんです、ありがとうございます。ええ、会話会話会話聞いてる問題会話しちゃった。その銀河があるじゃないですか。銀河です。その銀河がたくさん集まった天体を銀河団と言います。あ、そうなんですよ、銀河軍団って。ねえ、わかる、本当にわかる、本当にわかる、なんとなくよ。オッケー、では、銀河団がたくさん集まった天体をなんと言うでしょうか。はい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 、銀河砲。うん、違います。え、違う、違います。え、どういうこと。え、会議か。お、アリちゃん、銀河団団。違うな、違うな。はい、もちろん分かってるよ。銀河団団団。違うって、銀河団団の時点で。はい、アリちゃん、銀河団団団団。違うって、だからもう、その絶対違うって分かってるでしょ。これ何回まで続ける。もうやめて、もう続けないで。10回行こう、ダメ、やめてください、やめてください。え、じゃあ何だろう。え、でも銀河がつく、つく。え、まあだから星、銀河、銀河団、星の目や超銀河。え、違う、なんでそれ当たってる。すごく惜しいの、すごく惜しい、すごく惜しい。え、漢字一個。じゃあ言う、言うの。え、もう言ったら答えじゃない。でもすごく惜しかった。え、超銀河が惜しかった。あ、もうめちゃめちゃに惜しい。え、超じゃない、
蝶じゃない？蝶じゃないの？最初の文字は？蝶じゃないの？あ、一言ではないってこと？ね、一文字ではない。いや、もうほぼほぼ正解なの。え、蝶銀河号、正解なの？もう一回考えて、うん、星、銀河、うん、銀河団、何？あ、何？蝶銀河団。正解！アリスちゃんはなんで喜んでるの？アリスちゃん負けたんだよ。全然わからなかった。全然すごかった。何って、星じゃない？星銀河銀河団ってきたら超銀河団でしょ？わかんないよ。ということで、はいよ、今回の宇宙王は、うん、9兆5000億1点を獲得した、うん、星野宮さんの勝利です。やったー、おめでとう。おめでとう。やはりと星野さん、はい、これであなたは宇宙王です。素晴らしい。今のお気持ちをぜひ聞かせてください。聞かせてください。まあちょっとなんだろうな、最初は負けるかと思ったんですけど、うん、まあね、アリスちゃんの勢いもすごくて、ありがとうございます。やっぱり宇宙人というのは、やっぱ人間にすごく日々刺激を与えてくれる存在だなって思ったんです。ありがとうございます。刺激の女です。刺激の女。刺激の女って何？刺激の女って何？だから、宇宙王という称号はいただきましたが、これからも二人宇宙代表ツートップとして頑張っていきたい。ありがとよ。どうすか？どうすか？いいやん。いいやん。すごくいい終わり方になって、星野さんよく頑張ったね。よかった。よくできた。よくできました。アリスちゃんにもいろいろ聞きたいな。まだ続くの？ごめんね、もう少し使って。まだ続くの？全然いいよ。お願い。全然いいよ。ではちょっと今回ね、あの、はい、惜しくもね、はい、宇宙王の座を逃したアリスちゃんも、はい、あのご感想を聞かせてほしいです。あ、そうですね、あのすごく激しい戦いだったと思うんですけれども、大好きなメアちゃんが宇宙王になったというところで、すごくなんか銀河もすがすがしい心持ちと、あと刺激の女ということで、これで終わりにしていただけますか？終わりにして、終わりに、終わってください。終わってください。じゃあ終わりましょう。はい、じゃあ星野さん、あの終わりの挨拶をしますか。はい、宇宙王星野メア、お願いします。構えて。はい、せーの、それでは皆さん、さようなら。またね。またね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。また。